はい、どうも、皆さんこんばんは。西岡さんです。自分で言うな。というか、今日はそんなこと言ってる場合ではなくて、本当にやばい、ことを発見してしまったので、皆さんに紹介したいと思います。その内容は、インスタグラムの、まあ、ライブ配信ができる、インスタライブっていうサービスで、配信者が、自分の持っている動画とか画像を共有しながら、視聴者の人と会話、ライブ配信、ができるっていう風なのを見つけたので、もうマジでこれはもうそんな言ってる場合じゃない、見てみましょう。はい、ではまずインスタグラムのアプリを開きます。その状態で自分のアカウントから一番左のホームボタンを押して、左上にあるカメラのボタンをクリックします。そして一番下の左ライブっていう風なところを押すと配信がスタートします。はい、というわけで今日は皆さんにインスタライブの活用方法の Tips を紹介していきたいと思います。これマジでめちゃくちゃやばいんで、しっかり聞いてください。この今ライブ配信者の画面は、配信している方はこちらのハテナ、紙飛行機、顔マーク、顔みたいなのがあるんですけど、その一番右にこの写真みたいな四角いボタンがあるんですが、これをこれですね、これをクリックしてください。これをすると、今自分の iPhone の写真フォルダ内にある写真だとか動画っていうのが全てここに出てきますので、まあこうやってライブ配信しながら何かこう見ているユーザーの方に、視聴者の方に一緒に共有したい動画とか画像とかがあれば、それを準備しておいて、これを流しながら、その動画が流れたり画像があるまま話を続けることができます。ではちょっとやってみます。見てください。はい、こんな感じですね。横長の動画、結構スポーツシーンとかでよく使えると思うんですけど、まあゴールシーンとかっていう風なところを、実際にその選手がその時何を思ってたかっていうのを、こういう動画を使いながら、あ、この時パス出して横行きながらボールもらって反転してシュート打ったと思ってんだよなみたいなっていうのを、こうやってインスタグラムのライブ配信上でこういう風に一緒に同じものを見ながら共有することができます。でさらに、まあこの下の選ぶところ、今僕押したら変わったんですが、このような感じでどんどん自分が見せたいものを見せることができます。これは写真でも動画でも動いているものでも縦型のものでも一緒です。はい、でこの時に注意しておいてほしいのが、後で編集で入れますが、この動画、この元々写真に入っている動画自体の音量がすごく大きいと、ライブ配信している時にこの音量自体が向こうのユーザーの見ている方に出てしまうので、こっちの喋ってる声がなかなか伝わらない時があります。なので基本この写真のところにある動画の音量を確認してから、その上で編集して音を消してから、まあ、これはちょっと一応分かりやすいようにサンプルで出したんですが、これとかあんまり聞こえてないので、こっちの喋ってる声がしっかり届くっていう風な形になります。で逆に写真の場合は音がないので自由に使ってください。でこれもまた活用方法だと思うんですが、横長の動画に関してはこの縦、 iPhone とか、まあいろんな機種の中でスマートフォンは縦型で配信される時に、今僕が喋ってるライブの情報は右上に出てます。でこれを変えたい時は、この今あるここですね、このボタンを押します。自分を押すとこういう風に入れ替わります。でこの時にこの動画を自体を動かすことはできません。なので基本的にはこれを押して強弱をつけるっていう風な内容になります。でもしこれが縦の時はこういう風にうまく共有できたりすると思うんですが、横の動画の時にこういう風に配信しちゃうとほとんど視聴者の人は見れないので、この時は横長を使ってあげるとか、そういう工夫をするとなおいいのかなと思います。であとはこれ動画自体を説明するのすごくいいんですけど、この流れている動画自体を止めるっていう風なことはできないので、基本的にこの写真に保存してある動画の動きをそのまま流してくれるので、こういう流れのある動画をもし自分が解説するっていう風な手前で考えで配信しようと思った場合は、事前に自分でこの時に止め、13秒の動画をもっと長くして、そのシーンで止めて、この時にこう喋ろうっていう風な構成を持って話すと
より臨場感のある説明ができるのかなと思います。まあでも基本的には流しながら軽く喋って伝えていくみたいなのが、まあ、見ている人からしても非常に楽でいいのかなというふうには思います。はい、というふうな形で今日紹介したんですが、まあ本当にコンテンツによってこれとかだとまあ分かりやすいんですが、まあいろんな配信の仕方があると思います。で今人が集まって、人数増やしてっていうのは、まあ、あんまり公にはできないっていう風な状況になっているので、まあ、スポーツ選手のライブ配信とか、まあ、それこそシンガーとかが自分がもともと持っているライブ配信の動画、まあ、何分でもいいんですがっていうのをこういうところで流しながら、いやこの時実は弾きながらお客さんのことを見てるんだよねとか、実はファンの方の目線合ってますとか、まあ、そういうのを言ったりとか、まあ、そういう風に活用できるのかなと思います。今のところアイデアはそこぐらいしかないんですが、結構本当に使い方次第ではすごい可能性のある活用方法だなと思ったので皆さんに共有したいと思います。で、この配信しているのは今普通に流れているので、ちょっと別のアカウントからコメントを入れてみます。こんにちは。はい。という感じですね。こんにちは。こんな感じで今映ってます。なのでこちらの動画も実際にどんな感じで映っているのかっていうのは、一緒に編集で入れるので、また確認してみてください。一緒に編集で。はい。というこんな感じになるんですが。またちょっと本当にいろんな活用ができると思うので、皆さんの面白いアイデアを楽しみにしています。ではバイバイ。あ、そういえばもう一つ Tips じゃないですが、このインスタグラムのライブ終わった後にライブ動画を終了しますか、今すぐ終了っていう風に押して、その後にストーリーズシェアか動画を削除っていう風に押しがちなんですが、この左上にある画像の保存ボタンを押すと、さっきまで喋っていた内容が、動画として写真フォルダに保存することができます。なのでもしコンテンツとして今喋った内容を使いたいとかっていうふうなことがあれば、それをやってみてください。これは本当におすすめです。とりあえず保存だけしといて、後でいらなかったら消せばいいので、ただまあ結構1時間とか喋っちゃうと結構な容量になるので、データの空きがない場合はできないかもしれません。はい。で保存したら、あとはストーリーズでシェアを押すと、このアカウント上に先ほどの動画が残るというふうな形になっております。はい、という感じで以上になります。ではまたお会いしましょう。